ビビビビ徹子の気まぐれ TV ビビビビ。今日なんかいつもと違いますね、様子が。そうですね、今日なんかね雰囲気違うところに来てますけど、うん、これから、ね、ちょっとお料理していきたいと思って。私お料理得意です。そうですよね。今日ね徹子さん の, あの大好きな得意料理も作ってみますけれども、すごい調味料を見つけたんですよ。お酢なんですけれども、このお酢って言ってもこれなんですね、簡単酢。あら、いいんだ。でこれ僕ね、あのハワイのお家にもあの日本から持ってって置いてあるんですよ、うん、ですごい簡単にいろんなものが作れるんですけれども、うん、お酢といってもね、今までのお酢とはね、違う驚きの調味料で。驚く。そうそういうの必要です。これ1本でいろんなお料理が簡単に作れて、しかも目分量で作れるメニューもたくさんあるんです。へ、目分量で作れるメニューっていうのを今日ね、ちょっとやっていこうと思っています。いいと思います。私目分量好きよ。僕も目分量派です。きっちり測れないでしょ、スプーンで、そういう方に向いてる。あ、そうなんですか、はい、僕たち向きです。それでやるんですけれども、何を、ほら、もうすぐ、節分来ますか、2月3日、うん、今年は2月3日が節分ですから、節分の時、恵方巻きっていうのやります。徹子の部屋でそれ作りますよ今日。あ、本当に。徹子の部屋でみんなね、あの買ってくるんですけど、それはみんなね、それ同じ方角向いてね、うん、あの全員がで電話途中でなんか言っちゃいけないの、ね、お話ししちゃいけないの、だからねみんなで同じ方角向いてね食べてる。そうするとね電話かかってきても出ないの。そうするとね、みんなねどうしたんですかって、ね、入ってくるけど、それでもお話ししないの。とにかくその1本食べ終わって、それ全部なんかこんな長いんだったの初め。知ってますよ、でもね、僕それ一緒にやったことあって、うん、食べきるまで喋らないっていうんで、うん、やってんだけど、徹子さんがこれだからボッボッって言ってて、徹子さんは喋らないで最後まで食べきってました。食べました。だから今日はその上手にできたら今年から、うん、自前でやってみたらどうですか。いいじゃないですか、ね、じゃあ早速やっていきましょうか。なんか2人で、ね、こんなところでお料理するカメラがあると不思議ですね。ちょっとね、漫才でもやるのかな。はい、じゃあちょっとご飯を入れていただきます。はい、あ、いいですね、なんかこんな感じでご飯が来ました。これは何も入ってないの。入ってなくて、これは今2合のご飯を用意してます。でこちらが簡単です。ちょっと味見してみます。簡単です、どんなものかっていうのを。これ飲んでいいの。飲んでもいいですけど、ここにちょっと入ってますね。じゃあこれいただきます。これね、あ、美味しい、すごい美味しい。美味しい、ね、でも全部飲む。え、本当に。あら、こんなに味がついてんの、うん、だから昆布の味もする。あ、そう、うん、入ってる昆布。入ってます、昆布だし、うん、昆布だしがしてます。美味しい、美味しい、すごく美味しいです。で、これで甘い、甘い、うん、で、これをあのすし酢の代わりにこの簡単酢でできるので、すごい、これを徹子さんがこう簡単酢って言いながら入れていただきます、はい、で、僕は切りますんで、で大体ですね、こう2合のご飯だと大さじ6杯ぐらい入れるんですけれども、まあ味見しながら入れていただければいいですか、ま、はい、もうかけてよろしいでしょうか。どうぞ。はい、じゃあちょっと一回止めてください。あ、おいしい匂いですね。ちょっとびしょびしょですけど、そこはね、お許しください。ちょっと食べてみます。味見してみてください。じゃあちょっとこれで、すんごくおいしい。おすしちょうどいいですか。私はいいと思います。じゃあちょうど大さじ6杯分ぐらいだったんですね、うん、これなんか仰ぐんじゃないでしたっけね、お寿司って。じゃ切る方と仰ぐのどっちがいいですか。私、仰ぐ方がいい。あ、パンダだ。かわいい、パンダ。じゃあ、仰いでください。意味ない、それ意味ないと思いますけど、もうちょっとパタ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 なんか やってますけど、みんなこういう風にすればいいな。そうですね、じゃあ切る方やってみてください、うん。
なんだか風が顔に当たって寒いんですけど。なんかお料理上手なんですよね。私は上手ですよ。相当これでいいような気がします。もういいんじゃないですかね。ね、こういうのって、うん、疲れてる。疲れる。いいと思います。これでちょっと食べてみます。はい、すごく美味しい。すごく美味しい。甘い。よかった。こんな感じにできました。すごく味がつくのね、これお酢。すごいでしょ、うん、美味しいですよね。美味しい。じゃあこれでご飯が出来上がったということで、恵方巻きをこれから作っていきます。お宅もあの子供の頃のり巻き作ってもらったことが大事さっき聞きましたけど、はい、うん、うちもそうなんですよ、うん、のり巻きは人の家からいただくものっていう感じで、あの綺麗になんか作ってね。今はねこういう便利グッズがあるんです。いいですよね、うん、ここにご飯を詰めて具材を詰めてやっていきます、うん、じゃこれを使って、はい、のり巻きを恵方巻きを作っていきます、うん、はい、じゃあ早速ね、はい、やっていきましょうか、はい、で今これあの巻き酢来て、おのりも来ました、はい、でこの中にご飯を入れて作るんですけど、材料をじゃあいただきます。まずは煮てあるしいたけ、かんぴょうを、あなごかな、そうね、うん、おいしそう。おいしそうですよね。すごくおいしそう。そしてあ、卵、うん、きゅうり、きゅうり、きゅうりちょっと太くありません、それ。じゃ細く切ってもらいます、ね、うん、ちょっと細く切って、すいません、細くお願いします。この中に入れるのに全体からしてね、きゅうりの太さがちょっと太い。厳しい。あと海鮮ですね。そうな、食べたことないけど美味しそう。食べたことない？こ、海鮮が入った海苔巻きを、あ、食べたことあるかな。毎年あの恵方巻きの超豪華な恵方巻きですよ。でも大体は卵焼きとかそういうのだもん。そうですね、だけど生ものも入ってますね、はい、そして、あ、伝部、まあ、大好きな伝部、伝部、伝部ですよ皆さん。伝部は海のものでしょうか、山のものでしょうか。はい、これは海のものです。伝部はお魚の身を焼いてほぐして作ったものだから海です。海ですね、はい、じゃあこれはカニです、はい、これも海。カニは海にいますから海です。じゃあここは全部海のものですね。はい、すっごく美味しかったご飯ね、よかったですね。何も入れてないのに、ね、それすごくないですか、やっぱりこれのすごいところは。そう、このお酢入れただけで、で、ある程度の目分量っていうかね、あれで味見しながらこうできちゃいますから、自分の好きな味にね合わせられるから、すごくいい、もっと食べたいと思っちゃう。これからあのショーパーティーやりますから。じゃあまずこれですね。そうですね、それにここにご飯をここのところの半分のところまで詰めてください。私が詰めるんですか。それがどんなもんでしょうかね。難しいようだったら僕がやってみます。もっともっとこう敷き詰める感じ。あ、全部下まで入れちゃっていいんですか。で、そこだけで、ここまで、うん、パコンと皮の、で、ここにですね、あ、ここにそのものを入れるの。はい、ここの真ん中あたりにこの具をどんどん入れていきます。はい、入れてください。ちょっと待ってください。まず卵焼き。まず卵焼き、うん、まず卵焼き、卵焼きはこう縦一列に入れますかね。そうでしょうね、うん、それで卵の線ができました。かんぴょう入れます。かんぴょう入れます。かんぴょうどのぐらい入れます。これ2段ぐらい、それとも1段。まあ2段。本当私はどっちにしたって入ってきちゃうじゃん、長いから。だからいいんじゃない。じゃあこのぐらいでいいですかね。それからね、はい、椎茸、椎茸、椎茸を入れる。そうです。それからね、はい、本当はこれにきゅうり入れたら美味しいだと思うんだけど、美味しそう、なんかね
なんか海のものが何も入ってないしかないんですけど、山のもの負けですか。山のもの、あ、そしたらね、ピンク色の、あの全部をきゅうりと椎茸の間に入れましょう。全部ピンクの全部、こんな可愛い色のね、おひな様みたいな全部があるんだ。私が全部子供の時は茶色で色です。あのなんかタンパク質が何も入ってないですけど、このじゃあちょっとあれ入れます。のあそうじゃなくてこれがいい、これがいい。アナゴ、うん、アナゴ入れましょう。いい、ね、じゃあアナゴ行ってみましょう。いいんじゃないですか、それで。なんかちょっと不安ですけど大丈夫ですかね。大丈夫です。じゃあこれにまたご飯入れますんで、ご飯ちょっと入れておいてください。この半分のところまでです。はい、じゃあこれはこんな風にできました。このぐらいでいいですかね、このぐらい。これ全部こっち曲がらない。全部入れちゃっていいの。全部入れちゃいます。大丈夫かな。美味しそう。それでどうやるんですか。はい、でこれでこれの上側ができた感じですから、これをこうパカンってやってやってみて。やだ、そんな、私そんな恐ろしい。これの上にこれを乗せる。ただ乗せればいいだけですから。いきます。はい、それでグッと押してください。ちょっとね、具が横からはみ出てますね。でも全部だけですよ、大丈夫ですよ。ちょっと穴子も出ちゃってますけど、でも全部だけ、まあ、よしとしましょう。うまくいきますね、これだと。まだ見てないですけど、これでいいんですかね。うん、すごくいいと思う。徹子さんに巻いていただきます。私が巻くんですか。もちろんですよ。巻いて、一度巻いたことないんだけど、はい、大丈夫かな。大丈夫です。いきますよ。はい、ここからは徹子さんです。僕はね、ここまで成功しました。僕はこれで巻く。はい、あ、ちょっと待ってください。思うんですけど、はい、これちょっと、はい、これいいんですよ、そのままくるくるっていっちゃえば。それでグッとこう、そうそうそう、押さえる押さえる。あ、できてるできてる。できてます。こっちからちょっとはみ出してるけど、それはいいということにして、うん、こっちいいんじゃない、これで。いいですよね。うん。海苔巻きになってますよ。なってますね。うん。切りますよ。ここですね。ちょっとそこ辺から切ってみて。できてる。ちょっといいみたい。曲がってるけどね。わかりました、これね、うん、もう2個目はすごく上手にできますよね。そう、できると思いますね。ちょっと白いところが大きめですけど。わかった、これご飯がちょっと多かったんですね。そうですね。じゃあいきますよ。でね、さっきご飯が多すぎたじゃない。わかりました。だから少なくしてください。真ん中がちょっと好きもうそのぐらいでいいんじゃないですかね。じゃあそれで、ね、海のものと山のものを均等に入れてみましょうか。はい、椎茸からいきますか。いいですよ。椎茸、椎茸、穴子、穴子入れます。うん、穴子を入れて、穴子入れて、はい、エビも入れます。エビ、はい、はい、それエビなの。エビです。いくらも入れちゃいます。いくらも入れちゃいましょう。いくらも入れちゃいます。うわ、美味しそう。綺麗ね、大体ね、なんかね、イクラが入るとなんか色が綺麗じゃん。いきますよ。いってください。わあ、面白い。もうちょっとかんぴょうはみ出ちゃいました。でもいいんじゃない。ちょっと大変なことが起こってるような気がしますけど。大丈夫。
あ、いいんじゃないですか。いいじゃない。で、巻いちゃえば、巻いちゃえば、今の間に。向こうが気がつかない。ちょっと待ってくださいね。だからさっき私がやった時、簡単そうだと思ったでしょ。難しかったんですから。これやっぱりね、慣れてない人がやるとね、ノリの方もね、やっぱり協力的じゃないんですよ。なんかね、マグロがこっち側に入り乱してますけど、それは気にしないでください。いいじゃないですか。はい。ほら、やっぱりこっち来たでしょ、ちゃんと。はい、来ました。で、切りましょうよ。ちょっと海苔の感じがね。いいじゃない。ね、美味しそうですよね。どうです、作ってみて。なかなか難しいものだと思いましたね。はい、ほうまきはね。続いてですね、あの徹子さんが大好きなものを作りたいと思います。何です？コールスローサラダです。私ね、ニューヨークにいた時すっごい上手だったんですよ。それなんか誰かが教わったんですか？それ向こうの私のお母さんになる人に教わった。ニューヨークのお母さんに教わったコールスロー、うん、それはただ教えてもらって作ってすごく美味しくできて、うん、何回も作って美味しくできたんだけど30年ぐらい前の話なんでちょっとね忘れちゃって、それから作ってないの私。分かりました。じゃあ、うん、この簡単酢で簡単にできますから、うん、そうですね、作ってみましょう。はい、じゃあまず材料はキャベツと人参。はい、これで大丈夫ですか？これね、うん、このスライサーで千切りにするんですね。そう、お願いします。それでですか、やってみましょうよ。僕もこれやっぱり苦手なもん似てますよね。ちょっと待ってね。できてる、できてる、できてる、うん、ああ、何、細いじゃない。いいの、こんなんで。いいんじゃないですか。気をつけてくださいね。いってます、いってます、いってます。上手、上手。いいですよ。でこれ、まあ、キャベツやって、人参もこのスライサーで同じように千切りにしていただきます。はいはい、でそれを合わせて、うん、それで塩で揉んで10分置いて水気を切ったものになります。はい、美味しそうです。こんな感じでいいですか？いいですよ。じゃこれに味付けをしていきますけれども、はい、簡単酢と、あとはマヨネーズを入れていきますよね。お塩で少し揉みましたか？それ、お塩で揉みました。で、水分を切ってます。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、大体ですね、このぐらいの分量ですと、今大体4人前ぐらいですかね、ご家族でいうと4人前ですと、大体簡単酢を大さじ2杯ぐらいで、あとマヨネーズは大さじ1。じゃあここに今大さじ2杯、簡単酢をこのマヨネーズの中に入れて、ドレッシングを作ります。はい、はい、一杯。はい、1。はい、2です。よくかき混ぜてください。じゃあ、徹子さん、これをここに、これをじゃあお預かりして。いいですか、かけますよ。はい、あ、なんか美味しそうですね。ねえ、シャキシャキしてる、うん、ちょっと食べてみないと分かんないから。そうですね、よく混ぜとかないと。私も食べてみます。はい、うん、おいしい。でもマヨネーズが全然少ないでしょ。本当に？そう思わない？美味しいです、これ。お酢は十分です。お酢は十分。じゃもうちょっとマヨネーズ入れたい。じゃマヨネーズちょっとください。鉄子風コールスローに変えますんでストップって言ってくださいね。ストップ。考えてみると、あのあれね、日本の味よりもニューヨークの味の方がちょっと濃いのかもしれないね。そうですね、うん、あ、でもなんかいい感じになってきましたよ。
じゃあちょっといただいてみましょう。うん、大丈夫ですか？おいしいです。わかりました。皆さん、テスコ流にしたい方はだいたいマヨネーズ大さじ3です。でもこれ本当に美味しいですよね。美味しいですよ。さっき言ったでしょ、本当に美味しい。こんなつまみ食いばっかりしてますけど、うん、美味しいね。美味しい。じゃあコールスローはこれで出来上がりということでいいですか？いいです。はい、じゃあ出来上がりです。じゃあ今日のメインディッシュを作ってますよ。ダダーン。これから作るのは何でしょう？キャリーゴマチキンです。はい、簡単にねできるんですよ。徹子さん、あれじゃないですか、フライパンで何かを焼くなんてもう何十年ぶりじゃないですか？はっきり言うとそうです ね。じゃあちょっとやってみましょう。はい、やってみましょう。じゃあ火つけていいですか？はい、つきました。で、まず鶏肉を焼いていただきます。では皆様、ちょっと跳ねますから気をつけて。鶏の皮目を下にします。はい、あらららら、ら、菜箸もう一個ください。あらあらあら、はい、はい、ひっくり返します。もう大丈夫ですか？ちょっと結構火が弱くなって、いい感じですね。これはお塩なんかもやってあるんですか？お塩なんか、いや、もう何もいらない。もうこの簡単酢だけです。だけです。これこそ自分の目分量で簡単酢って入れていただきます。はい、じゃあこれでもういいですかね。じゃあ簡単酢を入れてみましょう。もういいんですか？入れて。はい、簡単酢入れてくださいね。じゃあいきますよ。簡単酢。いいんじゃないですか、これで。いいですよ。はい、あ、これは美味しいと思う。証拠のその簡単酢で似てる、うん、でこれがね、似てるんだから。不思議なことにお醤油が入ってないんだけれども、うん、照りが出てきて、うん、とっても美味しそうな色に出来上がるんですよ、うん、ちょっといっぱい入れたように見えたけどちょうどいいと思います、これが見えると。目分量は任せて。目分量の女王っていう時代がありましたよね。だんだん美味しそうになりました。はい、こんな色がついてきました。で、こんな感じじゃないですかね。ちょうど綺麗な色がつきましたね、照り焼き風の、はい、じゃあお皿に盛り付けていただいていいですか？はい、じゃあお願いします。先生よろしくお願いします。美しくお願いします。全部入れます？そうですね、とりあえずこんなんでどんでしょう。それが邪魔なんですけど、こっちへ。はい、じゃあ、かけますよ。はい、簡単酢。いいみたい。あ、美味しそうですね。うん、照り焼き、あ、すごい美味しそうにできてる。じゃあ、早速、今日作ったものを試食してみましょうか。一番嬉しい時間です。じゃあ早速どれか、うん、コールスローサラダからちょっと食べてみましょうか。いろいろありましたけど、これこれから時間食べていいの？でも大丈夫ですね、これに、うん、うん、美味しい。美味しいです。これ本当に簡単ですね、うん、これ今ほらお野菜ってスーパーとか行くと切って売ってるじゃないですか、うん、こういうのってもうスライスしてそれ買ってきたらもう1分でできちゃいますね、うん、じゃあ温かいうちにテルマチキン食べましょう。どうぞ取っていただいていいですか？はい、じゃあこの辺でいいですかね。はい、はい、どうもありがとう。いただきます。どうぞどうぞ。あら、すっ
効果がついてる。ねえ、食べますね。うん、おいしい。びっくりしない。おいしい。あそこまで、ほら、照りが出てたじゃないですか、うん、このカンタースが、うん、おいしい、鶏の油と混ざって。それでお醤油も何も入れてないのに塩加減がちょうどいいのね。うん、テリウマチキン、これは美味しい。うん、これ美味しいです。もう一個食べます。いただきます。いいですか、お箸で。うん、はい、ありがとう。美味しい。本当に味がついてるね。うん、だってあのお肉に下味はつけてないんですから。そんなのにね、うん、皮の下のお肉にもう味がついて、うん、これはびっくりしたんだけども、うん、だって鶏肉を買ってきてフライパンで裏表焼いて、もも肉、ね、で簡単酢かけて、うん、それでもういいんですもんね。 でこれだけ美味しいんですもんね、うん、なんかね、照り焼き風よ。照り焼き、照り焼きですから。あ、照り焼き。じゃあ続いて恵方巻き行ってみますか。行きましょうよ。恵方巻きは今年はあれ、方角はね、うん、東北東なんですって。東北東、こっち来たじゃないですかね、うん、上野駅ってこっちの方じゃない。何かそこにこだわりが。私はだいたい上野駅の方角から基準にして、基準にして北だと思ってるわけですね。なるほど。上野駅から北の方へ行くじゃない。ああ、日本地図を考えた時にね、うんうん、だから上野を中心として考えると、うん、とにかく上野の方が北だと思ってるから。なるほど。このほら見てごらん。見てごらん、北だって。こっちが本当測った人がこっちだって言いましたから、私はこっちに今行ったでしょ、東北の方角に上野駅があるって。だその通りになったから、やっぱ私正しいと思う。どこにいてもね、上野駅の方角分かる、分かるのよ。だからさらわれても上野駅はあっちだなって。なんて言っていいかもう分からなくなってきました。そうですか。今の YouTube、 じゃあ東北東に向かって恵方巻きをしましょう。で、小さく切っていただいてますけど。はい、いただきます。小さいので恵方巻きの代わりでやりますかね。やりましょう。じゃあ手でいきますか。はい、じゃあそうしましょう。はい、いってください。じゃあ皆さんお静かにお願いします。じゃあいきますよ。うん、北東ですね。でもそれよりも何よりも、もういいですか、食べ終わりました。うん、美味しいですよね。すごく美味しいね、これ、うん、普通のなんか酢飯っていうのよりも美味しい。ずっと美味しい、うん、みたいですね、きっとね、これね、味わいがいいんだね、うん、美味しかったですね。わざと本当に美味しかったじゃないですか。ね、鶏でも何よりも簡単なのがすごいですよね。そう、鶏もうちょっと食べましょうよ。どうぞ。どうもありがとうございます。コールスローいただきます。美味しい、うん、美味しい、うん、でもどこにいても上の駅はこっちって分かった。そこ上の駅あっちなんだ、うん、全然ここ分からない。どうしたか、それは分からないですよね、うん、じゃあ今日ね、久しぶりにフライパンでやってどうです。思ったより上手にできたんで驚きました。美味しかった、どれも全部、ね、お家でまた作れますよね、うんうん、だけど私やっぱりどうしても不思議なのは、うん、鶏肉のお肉だけを見るとなんか味がないみたいに思うじゃない、うんうん、それを裏表に火を通して
何にもお醤油とかなんか入れないで、うん、この簡単酢をちょっとかけて、うん、そしたらものすごく美味しい味になったでしょあれがね、どうしても私分かんないの。マジック並み、マジック並み、ほとんどマジック並みね。でもこれ簡単酢って、ま、ネーミングすごいですよね、うん、いいですよね。いいと思います。はい、じゃあそういうことで、皆さんもね、ぜひこれね、美味しいですからね、おすすめします、ね、そう、おすすめします、はい、やってご覧になってみてください。はい、じゃあ今日はこの辺で。そうですか。はい、じゃあビビビビ徹子の気まぐれ TV お料理の巻簡単酢の作り方今日はこの辺で終わりにします。ごきげんよう。さよなら。さよなら。はい、 OK です。本当にこれ不思議だけど本当に美味しいよ。それで